呂純先般管理所収容中の古見古見忠幸は、日本の大倉官僚、満州国官僚、実業家、東京府出身。義兄に小金てる。長男は古見健一。君に等随法省。京都一中、3校を経て、東京帝国大学法学部政治学科に進む。学生時代を通じて野球部に在籍し、主にキャッチャーをしていた。中学時代には、 第3回全国中等学校優勝野球大会に出場した。1924年大学卒業し、大倉賞入賞。入賞同期に、青木みのる、南馬京一など。1933年の満州国建国に伴い、関東軍の人材要請で、星野直樹国有財産課長の下で選抜され、満州国派遣管理の一員となった。アヘン戦争以前より、 中国大陸全域同様、アヘン下にあった満州では、1932年10月のアヘン法制定から、アヘン全言方針に基づいたアヘン断禁政策を取り、アヘンを専売制とした。そのため大蔵省の動機でもあった南波教一が、潜売交渉の実質的責任者に就任した。1938年に、対中中央機関である公安委員が設立された。 これまで特務期間ごとに暴略資金として管理運営されていたアヘン利益金を公安員が一括管理することとなり、満州国が小中に収めていた盲協産アヘンの利益金も管理対象となったことから、古見が公安員との接衝窓口となった。1940年6月、満州国国務院経済部次長に就任。次長在任中は、 従来からのアヘン前言政策を踏襲しつつも、戦費調達の必要上、関東軍により、ひときわ需要のあった、熱火産のアヘンなどの売りさばきを依頼され、親友でもあった、里見はじめに託した。1937年、満州国共和会指導部長に押されるも拒否。それを聞いた、同、総務部長、天笠正彦が熱心に口説いて、人事所長兼任での部長就任となった。 熱心に口説かれたのは、共和会が関東軍参謀副長として満州国に再び帰り咲いていた石原幹事個人の同志的組織傾向にあったことから、これを国民組織に改革する必要性を甘かすらが感じ取っていたためだという。指導部長就任以降は、石原と激しく対立、星野騎士新助らをバックに持ち、甘かすはもちろんとして最終的に、 関東軍自体が古見に味方したことから、1938年12月、石原は、舞鶴要塞司令官に左遷された。従来、石原が左遷されたのは、関東軍参謀長、東条秀樹、東条に刑示する、官僚的、現実的な甘かすに対して、野人的、理想化肌の石原とが、水と油の、愛入れない、不仲の関係にあったからだとされているが、 直接的な引き金を引いたのは、この時の共和会での古見との対立にあったからだと、古見自身が述べている。これにより総務部長の天かすに、指導部長の古見の二党体制で、共和会は運営されていくこととなったが、石原が左遷されたこととの均衡上、関東軍の介入で、古見も指導部長を解任され、ドイツのナチ党党大会など、欧州視察に出されることとなった。 1944年、石渡総太郎大臣及び谷口常次次官から、大倉次官候補として帰国し、大倉省理財局長への就任要請をされたが、日本の敗戦後まで心境に残り、武部六蔵総務長長官の補佐役として、満州国では、実質的な副総理格として、満州国の政策決定に関与してきた。1945年8月16日朝、 甘スが万英理事長室でウィスキーの会を模様ずにあたり、国務員の中では特に親しかった古見と関谷安志造の二人のみを招いた。それが最後の自殺をする前のお別れの会であることが知られるところとなり、古見は甘スの自殺を防止すべく説得にあたってきたが、その会もなく古見及び大延長期当の一緒だけが残された。ほどなくして、 ソ連軍に捕らえられると、主な軍管理と共に、シベリア抑留される。国間の過酷な抑留生活中には、満州国の政策決定に関与してきたことから、ソ連軍により、反動より重い、先犯に認定された。そのためもあって、ハバルフスクラーゲリでは、古見、下村信沙田、井上中也、高橋光順らが、民衆運動、反軍闘争の当て馬として、 召喚ラーゲリから一般ラーゲリに移された。歌詞館や兵隊らの吊るし上げやいじめの対象とされ、お前なんかシベリアの白川の小屋しにでもなれ、との言葉を投げつけられたことや、それぞれ後年に至るまで障害が残るほど、死の淵をさまよう寸前に至るまで最も重い、労働を課されたことなどを実書で綴っている。1 9五十年、八祖軍のも武順監獄に移送される。 衣食住などの待遇面では、ソ連時代のそれと比べ際立って改善されつつも、人材など自主的な思想改造学習を課され、1963年2月まで先般として囚人の身にあった。同年3月、日本に帰国。満期を残しての帰国理由として、高度経済成長の途上にあった日本との関係改善のために、岸信介ら補修派と近かったのが、 古見自身だったからだともしている。当時武順戦犯管理所には、八素寺軍のゲリラと激闘を繰り広げた鈴木刑事ほか、計11人が残っていた。武順戦犯管理所において、全戦犯が参加する大会で、自分の犯罪についてついて語った。古見は、ためらうことなく、自分の罪状をよどみなく話した。古見の自白は高級戦犯たちの思想の、砦りに、 大きな衝撃をもたらした。この4年間、5棟、6棟の高級船団たちは、一切過去のことは目して語らなかったが、古見の自白が突破口となり、自分の犯行について口を開くようになった。帰国後は、中国機関車連絡会に加わって、日中協会の役員も務めて、日中友好活動に携わる一方で、岸信介の世話になり、1965年の 第7回参議院議員通常選挙において全国区に自由民主党公認で出馬したが母体となる引き上げ者団体を津久み康弘と分け合う形となったこともあり落選した。ありがとうございます。